改札にいるぜ。え、もう出た？出口2のとこにいるんだけど、俺。俺今出口5だね。出口 5？ 出口3あたりに集合にするか、じゃあ。の上登ったところで。そうだね。はい。やばいやばい、普通目の前の2だ。いらっしゃ。行くんじゃねえんだぞ。タバコ捨てたんだわ。さあガチマン残りあと9錠になりましたけど。え、もう 9？ うん、意気込みをお願いします。一つ言うと、もう関西方面の天ヶ崎住野に関してはもうクリアしたも同然だから。これから言わせたら、内藤の銀行水面やもんな。もう一発クリアじゃなかったらもうおかしいぐらい。頼んますよ、じゃあ今日は。もう任せて。もよし、やっていこう。OK。 ガチブタとマッシュザルのガチマン。ガチマン、はい、ということでスタートしました。始まりました。久々の、ガチマン撮影になります。相当ぶりだねこれ、うん、これ久々のガチマンということで、前回は関東遠征で全部は制覇できなかったんですけども、一回そこをつけて罰ゲームを受けてまた5万円スタートってことで。そうだ、だから次はもうチャージした状態からってスタートだから。そういうこと。だから変な協定上で勝負したら罰ゲームの嵐になっちゃうということで、内藤と相談した結果、関西で頼むと。次の絵はマジで勝てる気しかしねえ。なんでちょっと得意の協定上からスタートっていう感じで関西さん、もう終盤に差し掛かっていると。絶対に今年中には達成するっていう目標はあるんで、今日はスムーズにクリアして、ほんと調子が良ければ今回の遠征で、まあ、ポンポン行っちゃったら琵琶湖とか行ってもいいし。そうね、オッケーオッケー、はい、で今回はバックに映ってるのが S6TV のボスがプロデュースしているラーメン屋、 Twitter でこれはうまいぞと宣伝してて、それの写真見てマジで食いたかったんで。俺は一回もう食ってるんだよね。事前に鶏パイタンをその時食べたんだけど、うまい、めちゃくちゃうまい。マジか。だからシーンはトリパイタン行ってみてほしいな。そうだね。残念ながらボスはちょっと用事で来れないみたいなんで。そうなんですよ。ということで行きたいと思います。はい。はい、ラーメンスタートで。じゃあ行きます。ボスにはいつもお世話になってるということで、一応メニューもしっかり宣伝しておきますか。来ました。輝きが違うでしょ。輝きやわろった。エメラルドみたいな。ブラックペッパーの匂いが最高なんやけど。ちょっと俺行っていい？ちょっと俺正面から撮る。先行くわ。ほんとだよ。うん、やばいっしょ。うまっ。でしょ？濃厚なのにあっさりしとる。そうなんよ。うん、うん、うん、鶏パイタン俺ね、今まで何回食ったけど、そのままでの鶏パイタンが一番うまかったもん。これうまいわ。これうまいっしょ。何杯でもいける。そうなんよ。あっさりすぎるラーメンって無理なんよ。ただ濃すぎるのも途中で来るもんね。そうで、その中間をしっかりね、攻めてくるんだ。じゃあ、次は内藤のこれですよ。これは初めて来ました。そう、俺ワンタンマシマシにしたわ。中華そば、初めて。うまいわ。え、そう。目が見開いてるぞ。っていうか、正直最初一発目はこれ薄味なんじゃねえかな、ちょっと懸念してたんや。内藤が一番嫌いなやつね。そう、全然そんなことない。これもめっちゃうまい。マジか。スープがもうね、効いてるんよ、出汁が。ちょっとワンタンいくわ、ワンタン。うん、うん、マジうまいぞ。あ、これもやばいわ。マジか。どっちを食うかも視聴者次第っていうところですね。協定上からしかもめっちゃ近いから。そうなんよ、うん、これマジ来た方がいいよ。はい、替え玉行ったのに持たれないというこのあっさりさ。うん、やっぱ。いきますか。最高。ごちそうさまでーす。最高でした。最高だね。150のお返し。こんだけトッピングして替え玉して2,450円だからね。最高です。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございました。待ってました。到着しました。はい、ということで到着したんですけども、はい、今回はもちろん泊まるところないんで、ホテル代もしっかり確保しないといけないと。そうです。前回の東京遠征よりはシビアな戦いになりますんで、だから負け役によってはダンボールハウスもまあワンチャンあると。ワンチャン視野に入れとかないと。視野に入れとかないと、うん、今回ちょっと大阪を主戦場として YouTube 活動してるワンフォールさんに内藤が紹介してもらった人で、住之江の時は
席を取ってくれるということで、今回も確保していただいたんで、予想はしっかり集中して中でやって、まあ、見るときは下に降りるという形でいきたいと思いますので、はい、もう銀行水面がエクストラ銀行水面になったってことだよね。それはちょっとよくわかんないね。これ負けたら問題だよ。いや本当大問題だ本当に大問題、大問題だよこれ。やばいんで、必ず今日は結果出したいと思います。はいはい、では、はい、今レースを選定して勝負レース、はい、決めました。決めたね。僕は12レースでいきたいです。俺は5レースと11です。この2です。5と11 5、11。なるほど。11が厚めにいきたい。で、5はまあ一応そこそこいけそうかな。ただもう隅の5だから、オッズがブリッコリになる可能性もあるから。なるほど。そうなった時はでもちょっと怖いけど、でも3レースでいかないといけない。勝負で落としてもね。今日はシビアな戦いということで、この3本で、もし急に勝負するレースが追加されたら、またその時に取ります。お願いします。はい、ということで5レースと、うん、渡辺選手の陰性、はい、今日いるメンバーの中ではやっぱ企画レースっていうこともあって、まあまだ比較的陰が硬いのかなと。ただ一つ不安要素があるとしたら、新入で72歳の高橋選手がグッといったと、うん、いうことで、まあ、本番ね、ワンチャン同じようにピット離れ飛んだとして1423のダッシュ56って2対2対2になったとしても、本番枠なりだとしても、どちらにしても悶絶しない回目にしました、はい、ということで軸にしているのは3号艇の村田選手、はい、この村田選手のモーターが頭上のいいモーターで、はい、前節の西山選手が扱っていた説から非常に気配がいいと、うん、出足中心にめちゃくちゃ仕上がっていたモーターだと思っているんで、スタートもめちゃくちゃ速いんで信頼できるということで、ここは、まあ、どうしてもやっぱ一般戦なんで一番厚めに張りましたけど、6000。ただ1324っていうところがこれかなり売れてなくて、かなり俺は狙い目になると思ってるんよ。なるほど、はい、自在に攻めた時の1324と、あとは道中しっかり岡村選手がさばいて浮上した時の136ね。どこでも回収率大体500%いくんで、えぐいね。はい、完璧です。隅の井の鬼っていうところを見せてください。まあ、一般戦でオッズが落ちること加味しても400%叩けるようにしっかり。わかりました。お願いします。さあ一発目頼むぞ。出ろ出ろ、よしよし出ただろ。取られるんか。4コースだ。無理やりか。ただこれ4角いけるやん。本当だ、4角やん。熱いやん。4コーススローだったもんね、展示は。そう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 。いや、2コースまで入るんや。さあ、まず1号艇の渡辺の前に4号艇のベテラン高橋、そんなに高くはない。さあ1号艇の渡辺雄一郎が1コースで登場。角いったな。でも初めの4日間シリーズや輸出の3着、うん、前走のやばい。3角それはないわ。3角はえぐいて、それは想定外だよ。それはないよ。ダッシュ勢が4艇で2、3、5、6。ただまくりきれなかった時の2番ダッシュの1、これで2対4となってまいりまして、12秒進の回転です。いや頼むマジで。さあ穏やかな水面で5ダッシュの4艇から5艇に入ってまいりまして、第5レース新コースから1番2番2番。うわ事件だ。うわやらかしてるわ。うわ2、4、1やってるやんこれ。今スタートして、いや大丈夫だ。コースタートは1コース1号艇、大丈夫。渡辺がトップスタートを見て1逃げれ。まずは逃げる1号艇2機と渡辺で逃げていった。2号艇3号艇やりやった。この4号艇あと5番6番で、そして3番からではグリーンスローでレーサーで1周目が先頭には1号艇の渡辺1号が見つかって、2番からでは5号艇の坪内上がってきて、3番手に6号艇の岡村啓太、2周目で第3番号回ってバックスレジェンド入りますが、先頭1号艇、2番手は5号艇、3番手6号艇、レース9の外を回って2番手には5号艇、展示で2対2対2なのに、3連単ですと 43.3 倍となっています。まあそうだろうな。最後の直線コース1号艇の渡辺雄一郎、今年絶好調で、ここは一気に圧勝で地元の海で下穴で守られる先頭1番号。いやちょっとやらかしたわ初戦から。まあしゃあない、はい、1万円でしょ。まだだ、全然問題ない、切り替えよう。はい、ということで、はい、さっきの話だと、はい、残りは内藤の11レース、そして僕の12レースで終了する予定だったんですけども、まさかの11、12も欠場艇が1艇ずつ出てるんですよ。そうなの。さすがに残りの勝負全部欠場艇のいるレースってちょっと燃えないじゃないですか。まあ間違いないね。まあオッズも下がるし、まあその分絞って回収できる可能性はあるけどっていうところで、今から始まる10レースで、ここちょっと追加しました。はい、ただそんなに金額は入れてません、うん、さっきのレースを見ると、この1号艇の山田選手船足がめちゃくちゃ悪い。さっきのレースは4角からスタート行ったのに全然伸びなかった、うん、でさらに道中で抜きに抜かれて6着まで沈んだと。このモーター、うん、SG の時萩原選手が総得戦したモーターなんで、うん、やっぱ悪いのは間違いないんですよ。
なるほど。なので飲酒率も 40% しかないということで飲を嫌って、2号艇の肘谷選手、2コースの直近半年間の勝率はめちゃくちゃ低いんですよ。ただトーチの過去3年の2コース勝率 30% あるんですよ。ここは売れていないということで、まずは逆転候補2の差し切りから2、1の3、4、はい、そして2、3、4、1、3、4、これ500円、2、3、4、3、4、5、6がコース別3着内率ともに 20% 以下だったんで、ちょっとこれは切りました。でさすがにやっぱ実力上位の、三宅選手、3コースからまくり出した場合も抑えないといけないんで、314と341、この2点だけなので、ここは、まあ、中アのオッズが混じってるんで、特に3頭は結構人気してるんで絞って7000円勝負、7000円ね、うん、ただ当たれば、どこ来てもそこそこ回収できます。はい、これでいきます。わかりました。お願いします。これ取ったら卒格にはなる？卒格のところもある。芋レバ卒格もある。なるほどね、うん、芋卒？芋卒もオッズ的にやっぱ一番熱いのはニヤタマだね。なるほど。名前が難しいですね。ヒジヤ、今日覚えたんだから言ってくれ。で前提が侵入してまいります。後半戦頼む。残り10秒切っています。ニヤタマで来い。1番、2番、3番、4番、5番、6番、いいんじゃない？おい、いやダメだ。4やってるわ。それはやってるよ。絞りだ。それはやってるわ。事故だ。アクシデントだ。絞りだ。角まくり。絞りだ。いくよ。肘谷勝樹と3号艇三宅潤が失格となっています。第10レースは4号艇の倉尾大輔が妨害失格。いやー、これはバカつか。3号艇の三宅潤が失格となっています。あ、妨害失格だ。妨害なんだ。てか妨害ならさ、巻き込まれた船券買ってるやつ返すよ。だってそうだよね。って思っちゃうよね。でもスタートは確かに劣勢だったからな。3番手で6、最終段の赤1号艇の山田、2番手5号艇、そして3番手6号艇の1号艇。いやこれやばいよ、流れ最悪だよ。えぐいわ。1号 6？ 満州だよ。だろうな。ちょっとここまでやばいよ。展示と違う参加道、妨害失格、そして欠場艇の2レース、やばいよ。まずいよこれ。次でもナイトの勝負だろ。そうだよ、ちょっと展示見るわ。 OK。 はい、ということで今、はい、11レースの手前なんですけども、はい、オッズを見て無理と。ちょっと無理無理無理ということで、ナイトを見送って、うん、12レースで2人で勝負したいと思います。はいはい、では最終レース、ごめんなさい、走ってきて息切れてるんですけど、2人で買いました、はい、でもちろんいつも通りピン逃げはガチ豚にフル任せということで、先に2人お願いします。もうちょっと時間もないんで先に買い目から、1、4号の6、2点万張り三浦選手を軸ということで、長野選手に展開向くかなと思ったんですけど、やっぱり三浦選手の船足が光ってるんで、この2点でいきます。わかりました。僕は2、4頭、田中選手のスタートが遅いということで、もちろん三角のまくりも狙ってるんですけども、2コースのスタートがめちゃくちゃ速い山本選手の先まくり展開まで狙ってます。これ特大マンションね。2、4頭でいきました。これでいきます、はい、さあラスト頼むぞ。頼む頼むぞ。三角どう、壁になったとしてもよ。6頑張れ三浦、三浦、三浦頑張れ。まくり出し、うわうわ、マジかよ、まくり出しかよ。3着に三浦来てんのに。差し返す、差し返す、なんか奇跡無理か。まくり出し、マジで勝てる気しかしねえ。これ負けたら問題だよ。いや本当大問題だ。本当に大問題。問題だよこれ。やばいんだ。人逃げなかった時は俺が仕留めなきゃいけなかった。すまん。41の56に絞れなかったな。参ったな。
ったよ。はい、ということで真っ暗ですけども、今日招待していただいた方にまさかホテルまで送っていただけるということで、とりあえずホテルに向かってるんですが、罰ゲームをやらないと、はい、罰ゲームをやらないといけないので、ちょっと明日の隅田へ行くまでに考えて罰ゲームを必ずやるって入金しますんで、はい、罰ゲームは本当ネタ切れないよな、もう負けて罰ゲーム考えるときは一番鬱になるんやな。上がる、だって明らかにテンション下がるもんね。なんかデリ呼んでクソデブ来た時みたいな。わかりやすい。やるしかないもんな、ルールだから。ちょっと必ず考えてまた実行したいと思います。はい。今回の罰ゲームなんだけども、グナケンプレゼントと、こいつら棒立ちしてる時これ多分罰ゲームだと思う。ついていこうよ。写真いいかな。写真を載せて誰か助けてくださいって。これどう、僕にてお願いできるかな。一番高めでお願いしちゃう。ちょうどいいぐらいか。いや、めちゃくちゃいいよ。よし、これ